ジャイロボールとドロップファーストボールのインコースとアウトコースの投げ方、やってみたいと思います。インコースね。でまずジャイロ、ジャイロ、はい、ぐる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 って回る。ジャイロ行きます。もう一回はい、じゃあ次はファーストボール、ドロップ。ファーストボールで、アウトコースの練習、右バッターの。はい。ドロップじゃないけど、ストレートですね。まあになります。で投げ方はジャイロの方は右から、このナイス、ラインより外でこういう投げ方ですね。ナイスじゃないんですけど、まあ、普通に放つ。普通にこうジャイロ鍵を回すっていう投げ方です。でドロップファーストボール外は握りがこういう握り、ジャイルはこうです。ファーストボールはこうです。打ちてる、はい、こうです。でそれでかぶせるっていう感じかな。向こうはインコースだったらそのまま上に上げるんですけど、アウトコースはラインの外に前で当たってかませる。以上です。